いい感じ。お、めちゃくちゃいいだって。トマト食べてるよ。お、私もちょうどね、これから夜ご飯にトマトを食べようとしていたところ。おさらっち、何年ぶりの黒髪。いや、でもそんなに、そんな何年ぶりとかでもない。普通で、あのキービジュアル撮った時とかも黒になってたりしたんだよ。りんちゃん体調は大丈夫ですか？めちゃめちゃ元気です。うん、私もね、今の感じすごく気に入ってる。しばらくからかな。ねるさん？ねるさんはわかんない。ななさんが変わりすぎてわかんないや。今も何色かなんかわかんないぐらい。何色だったっけな、シルバー、水色がなんか混ざったような感じだった。あれ違うかな。なんかね、ちょこちょこ変わってるからね、現在がわからない。ついこないだったばっかりなのにすごい近くで話したはずなのに何色か忘れてしまった。生誕 T シャツのデザイン決めた？いや、まだじゃないかな。でも何色がいいかな。何色がいい？みんながこの色がいいっていうのがあったらそれ選ぶよ私。何にしよう今年。お嬢様感が半端ない。え、本当に？どこが？髪がちょっと巻き巻きになってるからかな。嬉しいですね。黒、あ、黒がいいの？これは完全にあれですね、もうマジ無理仕様ですね今の私。でもちょっと早く塗りすぎて、うん、取れてきちゃった、やばい。塗り直さねば。準備万端ですよ。今週末、あ、そうなの？今日何曜日？平日だよね。私の曜日感覚はジャンプの電子版が更新される日に、そう、あのカレーで金曜日ってわかるみたいな、日曜日に日付が変わった瞬間にジャンプが新しく更新されて、あ、1週間また始まるんだなってそういう認識だから、今予想だけど火曜日か水曜日、どうだ。おお、そんなに外れていない私は今ね、ジャンプで呪術廻戦を見てるから、呪術廻戦って気をつけてやないと噛みそうになる。呪術廻戦を見ているので、再開
介したんだよ。そう、本紙派。そう、あ、でも今回はちょっとあれだったけど、そう、あともうちょっとで19時いて、三重高校の皆さんが踊ってる沼ハマルーマ、いやー本当にかっこいいんだよ。一番最初にこういうサビの振りになりますよっていう動画を、あの学生の皆さんが踊ってくださったのを映像で送られてきて、歌とかもまだ仮歌の時送ってくれても、それがすっごくすっごくかっこよくて、もう痺れた。あの動画見て鳥肌立ったの。めちゃめちゃかっこよくて、それと同時にこんなの私にできるのかなってすごい心配になったんだけど、本当にかっこよくて、そうだから、え、動画公開されるってことは私たちもまだ見てない部分のところもあるのかな。ちょいちょいいろんな、あの先生たちがの高校で撮った動画をところどころ送って、いろいろ送ってきてくれて、それを見ながらそれを振り起こしして、先生の解説動画を見てやっていくっていう感じのやり方、ちょっと説明下手でごめん、そういうやり方でそうやってたから、全部踊ってるとこ見るの本当に楽しみ。でも学生さんでもサビだけのとこでね、一番最初に送られてきた動画で、あの踊った後なんだっけ、好きになったんだでもハモルーマー、ジュンジュンって吐けてたところで、結構学生さんたちもはっはってなってたぐらい、本当にサビだけでもね大変だった。一番最初にさ、サビやった時とかも、サビやっただけでも息がすごく切れちゃって、だから今さ全部踊り切れてるのが本当に上達したなって思う最初本当にサビだけでね、もう私ダメだった。いや、これ私だけじゃない、みんなそうだったそう、私だけって言うと悔しいからまあちょっとえらいダンスっていうネーミングはちょっとダサいなと思うけどどえらいダンスでね、そういろいろ広がってって、いろんな人が踊ってくれるような感じになったらいいですね。結構段階踏んでったよ、サビ無理だと思って言ってたけど、サビも慣れてきたらまるっと一回し目も二回し目も踊れるようになって、でイントロの振りとA メロ、ナナさんが歌ってるところのフリーでして、ここからサビの間までちゃんと体力持つかなって心配だったけど、それもいっぱい練習したらどんどん体力がついてってできるようになって、一回さ8で生きることに熱狂コンサートやった時にも、なんか本当に意味わかんない、バカなのってぐらいダンス曲が続いたセットリストがあったの。ね、何から始まったんだっけ、エスケープかウザかなんかで始まって、その後にもダンス曲続いて、マストビーナウもやって、オープニングのブロックだけでめっちゃダンス曲が続いてっていうのがあったんだけど、ネモハモルーマーはあの時よりも1曲だけ、テレビサイズだけでもすごい大変だった。あれを超えた。フルサイズとか絶対できないんだけどできるかな、まだやってないんだけどさ。あれ無理だよ、あの続けて絶対できない。
できない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 、大サビで本当に自分の持ってる全てのもうなんか全てを出さないと、サビの大サビのウィッチウェイ本当にできない。さ、シンクとシンクやってる時とか、シンクってこういう振りがあるんだけど、でもそうだと言ってよ、夜明けまで見つめ合う、信じられ、そのこことかさ、ずっとマスクやってたから、マスクしながら練習してたから、また顔がほんとすごいすごい顔してシンクやってた、このほんと、もうあそこはほんとにね、寄らないでほしい、カメラ。もうすごい信じられるかなってところ、そういう顔で歌わないと本当にできないの、あそこ無理いやー怖いなー、でも最近、まあ、あの稽古とかで、そうなかなかハモハモルーマイ練習やってないので、歌終わったらまたね特訓をゼロからっていう気持ちでやって、みんなに披露できる時にいいパフォーマンスができるように頑張りたい。鮮やか、ちょっとねちょっとね、たったあと少しで終わる、え、ほんとすごい、え、できるかな今、チェ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 、あ、忘れた無理だ、ちょちょちょ、声か、うん、この間のやつ本当に公開されるの本当に嫌だった、しかも滑ってさ、床がツルンツルンだったから、チッチレッチレッチのところに、なんかほん自分の立たなきゃいけない立ち位置より滑って外側に行っちゃって、シュルーンって言ってあ、やばいってはみ出してしまったと思って、そこからチュッ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 って戻って、そういうなんか自分のあーまずいっていうのがあったから、もう本当に嫌だった、後悔されるのが。みんなツルツルしたね、みんなツルツルしてた、もう本当に体育館を使える時間、使える時間とかも迫ってきてたし、帰らないといけなかったし、もう本当に全てなんかまあいろいろやってって、その前にもで本当に時間なくって、私もうなんかみんな忙しいから、もう揃う機会がないから、本当に最後もうやばい、あと5分でここ完全にあの撤収しなきゃみたいなギリギリの時に撮って、焦りもあるし疲れもあるしみたいなすごいすごい今言い訳な感じになっちゃってるんだけど、
もう本当にみんなねずっとね、もうやだあれ公開されるのみんなでやだやだやだって言ってたんだけど、で後でまたちょっとあれはちょっとダメだって言ってて、後日みんなで集まってもう一回撮ろうよって、ちゃんとしたの撮ろうぜってなってたんだけど、やっぱりみんな忙しくて時間合わなくていろいろあって撮れなくて、もうあれ行こうっていう感じ。そう、いつかまたみんなの時間があってちゃんとみんな胸を張ってこうみんなに見せられるみたいなやつをね撮って世の中に放出したい、個人的には。わかるね、今回の選抜メンバーのこうねチーム感わかるよ、すごく。今までのなんか倍以上にこうみんなと今の選抜メンバーで過ごす時間が多かったしね、なんか今まではできるとかできないがすごいこう差があったんだけど、もうこのロックダンスっていうことにものに関してはみんなもうゼロからだったから、同じスタートラインでみんなで一緒にこう同じものを作ってきて、できないことを一緒に克服して、で毎日何時間もずっと練習してたから、それでどん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 気持ちも一つになったし、こうみんなでこう輪になってやってる感が強くてね、私もそれは感じた。いいよね、そう、初披露の時もすごい楽屋でみんなで気合い入れてよかったな、でも終わった後もみんなでハーンってできたのがよかったな。振付師の先生の方は今回はずっとリモートでいろいろ教えてもらってたんだけど、一回だけ撮影なるものがあった時にお会いしたかもしれない。いや会いました隠そうとしてるけど、いや会いました、その時に初めて会いました。やっと会えたって感じだった、嬉しかった。フォーチュンクッキーはさ、もう本当にちっちゃい子から年配の方でも踊れるような優しい可愛い振り付けだけど、それでなんかいろんな人が簡単に真似できてどんどん広がってったっていうのもあるけど、なんか今回は全国のこうダンスに、ロックダンスに燃えてる人たち、ロックだけじゃなくてダンス好きだっていう人も、あ、これちょっと挑戦してみたいなって思ってもらえるような、ね、初披露のみんなの気合もすごかったから、なんか少し今までとは違ったこうなんか見せ方っていうか、そういうのできてるのが、今もちょいちょいこう踊ってみたって言って動画を上げてくれてる方もいらっしゃるから、
なんか今までとちょっと違うなっていうのがを感じてすごく嬉しいなって思って。あのね、やっぱすぐにできないところがいいのかもしれないね。ウィッチは本当にね、本当に毎日練習しないとできない。でもちょっと本気出すとできてる風になるのもなんか楽しいよね。あれ筋肉痛になるよ。私たちやった時もう全身筋肉痛になったもん。それプラスさ、ワクチンのさ、あれも筋肉痛とかもあったからさ、もう痛みがすごいことになってたよ。わかる、足上がんないよね最初。そうそうそう、かぶってたの。私もう体硬いんだなってすごい落ち込んだ。昔はちょっと開脚ちょっとだけできてたのに、もうね全然できなくなっちゃった。体ガチガチ。めちゃめちゃ硬い私、やばい。柔らかくしないと。ストレッチとかもさ、レッスンの前にみんなでやったり、体幹トレーニングとか筋トレとかやったりしたんだけど、いや本当に硬くって、私とあと誰だっけかな、あと2人ぐらい、あの開脚やって前に行けないの、エリちゃんだっけかな。あとみんなちゃんと開脚ピョーンって180度に開いて、もう胸までペターンってつくのに、お腹落ちてうーって感じで。おかしいな、やばい。みんな柔らかっと思ってすごいびっくりした。ネロさんも硬いから大丈夫。いやでも私より柔らかかった気がする。ちょっとあの同じレベルのある一括りにされちゃうかもしれないけど、ネロさんの方がまだ柔らかかったような気がした。私本当にワーストなんじゃないかなってぐらい、そこのトップ3ぐらいここ争ってる人間だと思う。本当に硬い、やばい。まあみんな交わりが近いからみんな役名で呼んでる。ケニちゃんって。ケニちゃん。全然ケニちゃんってキャラじゃないけどね。あ、ダンス上がったって。私もショールーム終わったらすぐ見に行こう。楽しみ楽しみ、絶対かっこいいもん。ぬるちゃん。歌の先生にはね、もう本名じゃなくてね、ずっとぬるちゃんってやれてた。多分私の本名知らないな。歌割りがもう役名で書いてあるからずっとね、ぬるちゃんって。全然ぬるちゃんってキャラじゃないんですけどね。一番柔らかいの、誰だろう。ゆいはんさんかゆいゆいかな、私が覚えてる中では。よこ、よこわかんない、実際どうか覚えてないけど、よこにあんま体柔らかいっていうイメージ持ってないかもしれない。
有給は柔らかいのかと思った。わかんない、あんま記憶に残ってないや。あ、メグさんはもうめちゃめちゃ柔らかい。今日の夜ご飯はトマト。大食いしないのね。一昨日しちゃったからちょっと反省してるの。ダメだと思って、いつも我慢。カプレーゼ、あのすごい迷ってる。カプレーゼにしようか、そのままトマトだけ食べるか。お昼にも食べてるんだよ。食べ過ぎかなと思って。どうしよう。反省する。一旦稽古が終わって夕方ぐらいに終わったから頑張ったんじゃないと思って食べよう食べようと思ったらいっぱい食べちゃって、本当にお腹いっぱいいっぱいになっちゃって、さすがにこれは食べ過ぎてしまったなと思って、すごいすっごい後悔した。あの時は幸せだった。大した量じゃない。いや、いや、すごい食べた。自分でトマト丸1個分と、またその時もカプレーゼにして食べたんだけど、それとキャベツとキュウリと玉ねぎを塩コショウと酢とオリーブってと生ハムで食べるみたいな食べ方がすっごい好きなんだけど、それもまあまあこんもりした量を食べて、それプラスガパオライスを食べたり、あとチーズのスパゲッティも食べちゃったのその日。あ、やばいって、さすがに食べ過ぎですねと思って。食べてるでしょ。その後にその後にさ、その後にフルーツサンドも食べちゃって、いけねっていう。めっちゃ食べてるでしょ、やばいでしょ。だからもうさすがに反省した。本当に今抑え中。それはやばいですね。うん、私もそう思う。はい、結構食べてました。体が求めて、体が食べ物を求めている。最近秋っぽいからね。え、そう？夏じゃない？早く秋になれ。夏なんて早く過ぎ去ってしまえ。
でもさ、今日が終わったらもう明日は晴れでしょ。そんなことない？ウェザーニュースで私は自分の、ね、アプリあるじゃん、こういうこういう、待ってこれ今ちょっとなしアプリって全部四角だよねなんで今四角の形見せたんだろうあのウェザーニュースっていうアプリでいつも恥ずかしいそう、チェックしたら明日は晴れのマークになってたからちょっと今のはおかしかったですね。真夏日になる。いやまあさすがにね、劇場とかは涼しいだろうけど、でもねやっぱ動いてるとね、普通にね、あのコートね暑いんっすわ。あの緑のコート、うん、終わるたんびにもうそれで汗出る時にまたシュッてきて整えてまた出るみたいなちょっとこの辺に風を入れてから出るっていうね。暑いよ、重いし。そう、自分が出てないシーンの時はずっと抱っこしてるコートを意外とね、生地はね、あのツルツルの意外とひんやりした感じのいい生地です、あれは。そう、誰にも渡さぬと思ってずっと自分の身近なところに置いて保管してます。やば、それ面白い渡さぬる可愛いね、それ。渡さぬる、コート出来合い、出来合いです。まだ誰も袖通してないの？袖は通してないと思う。外伝の時にはあの浜ちゃんに持ってきてもらうとかはないといけなかったから、浜ちゃんの肩にこう「はい」ってかけた。でも浜ちゃんの肩にね、ヌルのコートバッてかけたら、もうねコートに、なんかコートになんかもう着させられちゃってた。なんて言うんだろう、コートの迫力がすごかった、ハマちゃんにつけたら。ファルケがいたら夏仕様のコート作ってもらえてたのに。ファルケ、今さ、なんかコートってもさ、袖がない、ここだけバッてあるなんかコートみたいなお洋服あるから、それもかっこいいよね春家って誰だ？春家は浜ちゃん、本名はちょっと覚えてない。今回もみんなの本名わかんないよ、私カタカナでみんなのこと呼んでるから。
合わない、そのね、丈合ってない感じがすっごい可愛かった。あやめも本名忘れちゃった。ネロさんやケニさんにも本名、ネロなんだっけ、北条なん、なんとか、あ、北条、あれさゆりだっけみたいな名前じゃなかったっけ。さゆりはなんか覚えてる気がする。うん、リリーは死ん…あれ、沙織、あれもうネロと寝るからもう分かんねえや。さゆりはリリーで、あ、そっか、確かに。あれ、なんだっけ、しおり、沙織、まあいいやどうせその名で呼ぶことはないから。あ、沙織ネロだって。確かに似てるね。ひなとちさとしか知らないひな、今回の新キャラ名前どうだったっけかな、設定は書いてあったけど、覚えてないや。宣伝部長なのにそう、みんなとりあえず朝日ひな、朝日ひな周りを覚えてもらえればね。台本はもうボロボロかい？いや、そんなボロボロじゃない。キルミーキリーを超える逆があるんですね。あります、あります。でもキルミーキリーも大好きだよキルミーキリーよ、私を殺して、私は生まれ変わる。キルミーキリーよ、君を殺せば君は生まれ変わる。そんな風な振りがいいですよね聞きすぎてリリーのとこも覚えてる。私イントロ、チー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 、流行りの音楽も君の言葉も僕の耳には届かない。素晴らしい絵もクレヨンの色も僕の目には見えないだけ。どんなに助け、どんなに叫んで助けて欲しくても僕の口は開かない。母にもらった時計が止まったように、僕の心は動かない。大好き楽
ンスかっこよすぎた。私も好きだった。かっこいいよねあれ。確かに舞台終わったらカラオケ聞きたいね。どっか披露できるとこがあるといいね。でも春が来たら桜の下で会おう。何かを期待してしまう。過去じゃない未来へ君君私を殺して私は生まれ変わる君君を殺せば君は生まれ変わる。そんな冬春はまだこう。急ぎ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 、そう一生懸命開けてます。テンション高いね。高い？高いって言われるとちょっと恥ずかしくなっちゃうな。ねえ今何時？ちょっと今ね手元に時計がなくってね。教えてください。うんありがとう。19時20分か。踊ってみた動画、じゃあ終わったらこのショールーム配信終わったら見ようと思ってるの。見るの楽しみ。今日だけしてなーい。ご飯、うん、ご飯食べる。品川の劇場は B スクールと一緒の場所。うん違う、でもお隣じゃないかな。すごい近いと思う。でもあの辺品川プリンスホテルって言ってるから多分ね。一人ルームはしない？しなーい。今できない、無理、できない。見切って飽きてない、そのまんまや。むしろ伸びた、伸ばしてきた。私ねずっとエクステなるものをつけているんですよ。これはすでにしてた。まだ誰も言ってない。冷めた？そう冷めた。真っ黒黒。そうだったの？そう、もうねずーっとよ。2年？ 3 年？ 3 年は言い過ぎか。2年ぐらいずーっとねエクステをずっとつけてる。やば、取れたな。うん、今もエクステつけてる。ずーっとつけてるよ。次、あの長さはね全然変わらない。ただ私本当に髪の毛がね細くって、そうシューンってしちゃうからボリュームを足したくてつけてるの。TikTok はもうやらないの。私もともとやってないんだ TikTok。 エクステは高くない。そうなんです、高いんです。でもそんなに最初はねたくさんつけてた、何十本もつけてたんだけど一番最初の時とか。でももう長さがもう次元も同じぐらいだから全然十何本とか20本とかそれぐらいしかつけてない今。
これからリモート会議あること知ってるの？なんで知ってるの？そう、シールのエクステをね、つけてるよ。髪色変えるときって誰かと相談するの？うんうん、別に勝手にやっちゃう。ミニヌル様のグッズが希望欲しいと思ってくれてる人そんないるかな？何のグッズどんなグッズ欲しいな。あのヌル好き。そうなんだ。私はスモールワールズであのヌルじゃなくてちゃんとしたあのフィギュア作ってほしい。 スキャンしてこれぐらいの。タウちゃんとかシュナちゃんとか一緒に欲しいな。そう、ずっと言ってんの私でもってことはあのスモールワールドでヌルの格好しないといけないってことだから、それはちょっと恥ずかしいなとも思ってるそうそう、ちゃんとしたやつ。ん？何？チケット発券メール来た？何の？マジムリの？あ、こんなあれなんだね。結構直前なんだね。もっと余裕持ってなのかと思ってた。実はぬるい空気、気だるさが眠気を誘う。チチ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 、忘れちゃった。クラスメイトは同じ顔、同じ話で飽き飽きだ。まあ見知らぬ街、居場所なんてなかった。携帯が開けば誰かが死んだニュース。ぬるい空気に反応しないでかわいそうに私を殺してくれてもよかったのにとか言って、死ぬのも嫌なんだけどね。恋も遊びもまだまだ物足りない。Thank you.
間違えてラドネスの曲歌っちゃダメよ、歌わない。いやもうほんとラウドネスね、もうほんとにいいよいいよ、すっごくいい、全部好きだな、全部いい、音がもうほんとにいい。どんな舞台になるのかな、こんな舞台はどうだ。生バンドめちゃめちゃかっこいい。あーダメ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 、もうほんとヌルのこといじりたくなっちゃうけど、ダメ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 、我慢我慢我慢、終わるまで我慢。ちょっと持ちネタできたから早く披露したい。もう休憩中さ、もうふざけたくなっちゃってさ、もうずっとね自分で自分のこといじり倒してる。でも見た人にしか伝わらないからな、ちょっとだからそれを含めても見てもらいたい。「もう早く言いたい」この間「ヒルナンデス」に出させてもらって、終わったらもうナナさんとかがもう「ヒルナンデス」と「ヌル」をちょっとなんかそう、なんかそういうセリフがあるんだけど、それと「ヒルナンデス」をかけて、そうすごいなんか一つネタができた、またもうほんと面白くて。さ、メンチ合戦やるじゃん。でなんか前のさライの時もお見送りの後にさみんなやってたじゃん、なんか今日の一言みたいなので、みんなが一番気に入ってるシーンをなんか披露するみたいなのがあるの、なんかメンチ合戦終わった後、そこでやりたいな。回ってくる日あるかな。私ライの時なかったんだよね、なんかタウちゃんが一言最後の一言に選ばれたから、じゃああの背中がなんたらかんたらのシーンをやったけど、私が最後の一言を言う日はなかったから。今回だったらやりたいな。そう、メンチ合戦だけじゃなくて、なんかそういうお楽しみもねあるの、メンチ合戦って。そう、ちょっと寸劇チックな時間が始まるんだよね。頑張って当てて。1年は引っ込んでるのシーンも出た、やってたっけ、忘れちゃった。1年引っ込んでる、ほんと最低なシーン。りんちゃん会いたいよ、だって嬉しい。
私だってみんなに会いたいよね。ファミとかもやったけどね、でもファミにも来れなかった人いっぱいいたから、ふん、あとお話し会かな。でも直接会えるわけでもないもんね、あれもね。会いたいね、嬉しい。でもそんなこと言ってくれて、本当にファミの時にみんなに会えてね、嬉しかった。みんなおかわりなく会うのはもう諦めた。諦めないで、会おう、諦めないで。ね、あと年内ね、できた絶対、いやーでも一回もう一回やりたいな。年内できないかな、絶対的にやりたい。次は維新伝心やってみたい。いいね、やろうやろう。私も維新伝心が一番面白かった、楽しかった、自分でやってても。私あれだったらみんなも参加できるしさね、なんか見つけたな、あれは。ね、大人のカフェ舞台会場の隣っていうね、なんかね感じる。ご飯食べよう岩盤塗る最近終わりの方で岩盤塗るやってんの絶対流行らないやつ。いや、久々にゆっくりしたな。もう8月はもうずっと生徒会長です。頑張ってきます、突っ走ります。無事千秋楽まで行けるように。下はジャージ?なんか黒いズボンも入ってる初日に来る人はどのくらいいるの?来るよっていう人。二十日にアルチに来るよっていうヘミンプチョヘンザセミマフプチョヘンザ。あ、結構いる。本当にたくさんいるね。
おお。ヘミ行くよ、かわいい。ヘミ行くよだって。はい。他の日もね、そうね。ありがとう、ヘミのみんな。まあ、私も平民なんですけど仲間そっかそっか。じゃあね、みんな。突然の終わり。私はトマトを食べて気まぬる。今日はみんな見てくれてありがぬる。何でもぬるつけたから。だね。早すぎ？そんな早いことないよ。もうなんか1時間ぐらいやってるんじゃない？私そんなにやってないかな。めちゃめちゃやってた気がする。またね。見てくれてありがぬる。じゃあね。二次会場ってだって恥ずかしいな。じゃあね、切るね。突然のお別れぬる。バイバーイ。もうね、お腹空いちゃって。切るよ。じゃあねー。